美味しい。なんだこれは。アサリもいいですけど、やっぱセミドライトマト最高だね。うん、こんにちは、フリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは、今日はアサリとセミドライトマトの炊き込みご飯です。あれ、アサリの炊き込みご飯って去年もやんなかったっけ。去年はね、アサリとタケノコで美味しくいただきましたね。タケノコ抜いてちょっとボリュームダウンしてるじゃん。セミドライトマトこれが美味しいよ。もう極論ね、これだけで炊いても美味しい。あ、そう、これだけで炊いても美味しいんだけど、まあアサリが時期ですしね、うんうん、ね。いや、もう想像するにそのセミドライトマトが入っただけで、炊き込みのご飯、はい、多分 1.5 倍ぐらい美味しくなる。いや、めちゃくちゃうまいよね。この間作りましたセミドライトマトね、はい、で、アサリです。そしてニンニク、ローリエ、イタリアンパセリあればケーパーもご用意くださいね。欲しいですね。あったら絶対美味しいです、ね、あとは塩、コショウ、オリーブオイル、白ワインです。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ準備ですね。もうニンニクを潰すぐらいですね、うん、もうあんまりやることないです。ミニトマトを使われる方はここで2分の1ぐらいにしておいてくださいね、うん、半分半割にカットしておいてください。はい、ではニンニクを入れてオリーブオイル敷きます。 OK、 弱火にかけますね。じゃあアサリ入れますね。はい、アサリを入れて、もうこのタイミングで白ワイン、そしてお水も入れますね。こうお出汁になるからね、お米を炊くときに。そっかそっか。OK、じゃあこれでアサリの殻がね、開くまで待ちましょう。はい、アサリが全部開きましたね。お、はい、これで酒蒸しですね。酒蒸し、これだけでも十分美味しい、うん、はい、じゃあこれはアサリはもう一緒に炊かずにいくので、はい、アサリだけは取り出しましょうね、はい、ちょっとね、まだ小粒ですね、アサリね。そうですね、ね。で、あのご飯食べるとき殻が邪魔なので、ここで剥いとくといいね。そう ね, ね、はい、うん、じゃあご飯炊いていくんですけど、ちょっとこれは熱すぎるので少し冷ましましょう。はい、はい、じゃあアサリのお出汁が冷めましたので、うん、ご飯炊いていきましょうか。はい、ね、アサリの出汁から入れますよ。はい、うん、いや、もう これが最初に染み込むわけだからね、美味しいよ ね。で、ひと混ぜしてください。ニンニクも入ってますけど、一緒に炊いちゃいましょうね、うん、これ無洗米だったらもっとより染み込むってことかな。あ、最初に水吸わないから、うん、そうだね、おそらくそういうことだね。リゾットと同じ理論だから。でもさ、最終的に水なくなるじゃん。最終的に水がなくなる、うん、そ、ああ全部吸うからね、うん、同じだねでも最初にギュッていくんじゃない。いくのかな、うん、やっぱでもなくなるよ。そういうこと言い出すと、もう全部科学的にね本当にそうなのかっていうね確かにね、うん、まあでも先人の知恵ってことで、まあいいんじゃないですか、ね、はい、アバウトにいきましょう。はい、じゃあプラスで、お水ね、これ2合なので2合のラインまで入れましょうね。で、ちょっとドライトマト、もしくはミニトマト入るので、うん、水分は若干少なめで、ね、はい、じゃあドライトマト入れていきますね。いいですね、セミドライ、ね、セミドライトマト、ね、はい、思ったの結果ミニトマトを使って火を入れる料理は全部セミドライトマトで代用できる、うん、あ、代用できるし、うん、かつすごい美味しい ね, ね、はい、全部で20個ぐらいだから10個分ぐらいですね。10個いいですね、はい、入れました。これうまいな、確かにこれだけでうまいな。で、ローリエです。ローリエ入れますね、うん、オリーブオイルは、オリーブオイルはもうセミドライのオリーブオイルと最初アサリのオリーブオイル入ってるんで、そうかそうか、ここでは入れません。なるほど。で、塩も入れません。うん、アサリのお塩があるので。なるほど、はい、ドライトマトにもお塩があるので。確かに、はい、なのでもう今日は超簡単。はい、じゃあこれで30分浸して炊きましょう、うん、はい、はい、オッケー、ガシャン、どんな感じ。いやー、うわー、いいね、おいしそう。トマトご飯だね。いいね、いいね、おいしそうだね、うん、はい、まあ、でもだいぶちょっとあのトマトとご飯見ておいしそうっていうこの感覚、もうだいぶ日本人がちょっとだいぶ離れたね、うん、だいぶおかしくなったおかしくなった間違えたうちのじいちゃんみたいな、これ見たら何よかっていうもん、ね、これは何よかだね。普通の人が見たら何よかって、ね、トマトのご飯は絶対一緒に食べないもんねはい、いいですか、はい、じゃあちょっと剥いたね、アサリ、はい、これを入れ込みます。おいいっすね、はい、で、ひと混ぜしましょうね。よいしょ、焦げてますか。はい、ちょっとね、お焦げができてますね。いいっすね。もうトマトはね、崩れてもいいんで、うん、混ぜてください。
美味しそうだよ。じゃあ、うん、もう混ぜたのでちょっと5分ぐらい蒸らしましょうか。はい、はい、じゃあその間に何すんの。我々の薬味ですね、塩漬けケーパーを刻んでみましょう、ね、これがあると本当に美味しいんだよ ね。だから皆さんもカルディ行ったついでにもうこれだけ買って帰ってください。これはあるといいです。これを最後にかけて食べますね。じゃあ5分蒸らしました。一応味を見ましょうね。うんうん、あすごい美味しい。少しだけお塩します。はい、炊き込みご飯を作るっての手だな。確かにどういう反応するかね。うん、はい OK です。じゃあお皿に盛ります。はい、いいね、いい色になってます ね。楽しみだな。セミドライトマトでやったら美味しいだろうな。ほんと殻付きのアサリもあるんでちょっと乗せましょうか。はい、はい、薬味です。先ほど切った塩漬けケーパー散らしますね、はい、みんな大好きケーパー、みんな大好き。そして刻んであるあっていったパセも散らします、はい、ブラックペッパーを引きまして、でオリーブオイルをかけて食べましょうね。はい、完成です。はい、ではいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うーん、美味しい。めちゃくちゃうまいね。めちゃくちゃうまいやん。なんだこれは。アサリもいいですけど、やっぱセミドライトマト最高だね。うん、いやいいお出汁出てますね。ね、ちゃんとラーメンご飯だけど、うん、ワインに合いそうな感じがするもんね。うん、いやこの炊き込みご飯美味しいね。絶品ですな。ね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。